収穫終わってもなおね栄養満点ですもんね。特に16番ていうか、ほんと全然サンプル返ってこねえな。あ、返ってきた返ってきた。分析終わりましたね。はい。あ、これよく見てなかったけど運転方向変えられるんですね。今こっち向いてるじゃないですか。ウィーンっつって。こういう風な感じでね、運転方向変わるみたいですね。まあいいや。元に戻しておきましょう。なんかすごい状態になってるな。窒素がね、まばらになっちゃってますよね。やっぱね、ちゃんとデータをある状態じゃないとね、ダメですね、やったら。なんか気持ち悪い。気持ち悪い。じゃあね、ほぼほぼ満タンになったんでね、一発目の納品行きますか。ここでマニュアルで納品行くことを考えるとね、1台でいいんじゃねって思うけどね、2台用意してくる必要ないんじゃねみたいなね。いやでもいい加減ほんとね、この間売っちゃったけどさ、実際にねトレーラーね、今度1台買っとこうか。80キロ出ますからね、なんだかんだでやっぱり運搬は早いですよ、これ使うよりは。何しろね、運搬にトラクターをね割かなくても済みますからね。到着です。納品先そこですね。まあこれね60キロだから早いんですよね。40キロだったらね、まあまあ。はい、下ろしていきましょう。畑6のね輸送はもう 100% 完了しちゃいましたね。 47%。 はい、入りましょう。まあ調子乗って走ってとね、横転するんでね、それだけ気をつけましょうね。さすがに走行中は向き変わんねえよな。向き変わんのかい。こういうね枠外走ってもね、車がそんなに浮かないんでね、走行しやすいんですよね。やっぱ意外と速いですね、60キロだと。もう帰ってきたもんな。ガシガシ登ってきますね。ほらちょうど戻ってこれたもんな。やっぱマニュアルでやってるとさ、そんなにねあれなんですね、時間かかんなくて済むっちゃ済むけど、まあそれでもね、それやってる間なんか他の仕事できないですからね。とりあえずアルバイトはね半分ぐらい終わってますね。でこっちもねとりあえず半分ぐらいは終わってる。やっぱそれに隙間ができない。で、分かったけどね、今予備でいるここの1台にはね帰ってもらいましょう。もういらない、1台で十分だったね。このねフェントのタンクはねだいたい17100リットルぐらいですかね。ここのスペースだけだったらやっぱ足りるでしょう。帰りましょう帰りましょう。はい、こっちもねこの訳の分かんないところからヒルクライムして、これもね脇に置いときましょう。さあこっちとねこっちで分けるとか言っときながらね、あんまり明確にね線引きはしてないですよね俺も。まあとりあえず言えることはね、250馬力オーバーのトラクターをね
どん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 仕入れていこうということですかね。まあできれば中古で、なかなか出てきてくんねえんすけどね。収穫期はねしばらくいいかな。であと発出機とね、パワーハローが欲しい。カルチベーターはね、あの石出てきちゃうんでね、なるべく欲しくない。こっちのね畑終了ですね。6番の畑行きましょう。やっぱねでかい収穫機は早い。カッターもね、なんかね50フィートぐらいのカッターあったよね確か。でかいやつあったあった。これだ、60フィートね。60フィートなんてね、そうそう使うところないんでしょうけどね。60フィートで何やるよって話ですもんね。そもそもね60フィートを運べるカッタートレーラーがあんのかって話ですよ。ほら45フィートまでですもんね基本的には。もっとなんかであんのかな。基本は45フィートのトレーラーですよね。あったあったあった、これだ。専用ですね。60フィートトレーラーでっかそのうち60フィート買ってもいいかもね。でもこれ2000リットルって、何が2000リットル入んだろう。燃料かな、これ燃料タンクなんですかね、予備の。ってことはさ、実際にこれを運行するとなると危険物の資格がいるってことになりますよ、燃料だとしたら。まあ、消火器がね、消火器がついてること考えると、これまあ燃料タンクなんでしょうけどね、予備の。はい、こっちね終了してましたね。はい、じゃあお願いします。キャノーラ最後の場所ですね。しかし本当これ汚れないですね。石灰のところだからね、普通真っ白に汚れるはずなんですけどね、うっすら白くなってるぐらい。まあ60フィートカッターはね、中古が出てきたら買いましょうその程度でいいや。なんかね綺麗に肥料負けてないですよね。なんかそれが気持ち悪いよな。後でね綺麗に負けようってことなんかもしんねえけど、でなんで畑19だけねこんな暗いんだよっていうまあいいや。はい、とりあえずね自宅周辺っていうか自分の持ち畑でのね播種作業は終了ですね。なんかうね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 動いて気持ち悪いですね。はい、おバイトがね全部終わってますね。やっぱね比較的早いですよね。これねもうちょっと長いやつに変えられたら変えましょう。落としました。とりあえずね接続するだけ接続して先にねアルバイト終わらしちゃいましょう。でとりあえずね気になってたんでね、これをやっちゃいましょう。まあどういうことって感じかもしれないんですけど、とりあえず切り離すよね。で切り離すよね。で向き変えるよねっていうでこっちに接続するよねっていう。あれ接続できないのこれ。そう、あーこれ接続できねえんだ、この3点リンクじゃじゃあダメだ。じゃあ元に戻しましょう
はい、とりあえずね、現在4万4000リットル背負ってますけど、こっからね、何リッター横領できるかですよね。一応ね、もう 80% ぐらいは持ってったことになってると思うんでね、そっからなんですけどね。まだですよね。1万切るな。はい、とりあえずね、まあ大体5000リットルぐらいでした。まあこんなもんでしょ。あとはね、横領しましょう。5000リットルでもね、北風にすればそれなりに量がかさ増しできますから。量かさ増し違うな収入のかさ増しですね。お、圧縮作業も終わってますね。ここのね、収穫もね、じゃがいもなんでね、やんないです。はい、じゃあね、ここの橋渡ってきますけどね、普通のトラクターだったらね、結構ジャンプするんですよね。それがね、やっぱりね、重量あるトラクターなんでね、跳ねないですね。やっぱそういう意味で走安性が高い。走安性も走破性も高い。はい、穀物工場到着ですね。とりあえずね、大まかな今月の作業はね、終了しました。ってことでね、アルバイト他にもね、引き受けてますけどね、大したことない作業なんでね、今回はね、以上にしたいと思います。次回はね、ひまわりの収穫かなはい、まあそんなね、ちょっと地味な作業ですけどね、それでやっていきたいと思います。はい、ってことでね、今回はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。